樽見市議会は、鹿児島県垂水市に設置されている地方議会である。会派は設けられていない。統一地方選挙の一環として行われる2019年4月の樽見市議会議員選挙は、告示の数ヶ月前から全国市で報道されるなど、注目を集めていた。同年2月初旬、樽見市市民館の一室で、市議選に立候補予定の池田美鈴と高橋理恵子は、 市民や近隣自治体の女性議員ら約30人に私たちが挑戦することで後に女性が続いてくれたらと訴えた。垂水市では1958年の市政施行から60年以上女性市議がいなかった。全国792市の内市政施行以来の女性議員ゼロは垂水市だけであった。この日の集会は平上純子、南薩摩市議が代表を務める団体。 鹿児島県内の女性議員を100人にする会によって開催された。4月21日に行われた市議選では、元税理士事務所事務員の池田美鈴が3位当選、高橋里恵子は時点で落選した。たるみ主発の女性市議が誕生し、かつ日本において女性市議を持たなかった市はゼロとなった。4月22日、自民党の川越信夫市議が、 告示前に言ったコメントが民放番組で放送された。女性主義が誕生したらという趣旨の質問に対し、川越はやりにくい。下手な言葉を言えば、セクハラパワハラと言われる恐れもある。期待はないねと答えた。この発言に批判が相次いだことから、4月23日、新聞が取材すると川越はちょこっと言ったことが大きくなっている。悪かったのであれば、 お詫びをしますと弁明した。第25回参議院議員通常選挙を間近に、控えた7月11日、時点で落選した高橋理恵子と前述の平上純子南薩摩市議、社会学者の上野千鶴子の提案をまとめた記事が、朝日新聞に掲載された。三者の間で女性の政治参加についての議論が交わされた。2019年4月21日執行当日。 有権者数12,745人最終、投票率74.21%定数14人、立候補者数17人。ありがとうございます。